はいどうも皆さん、こんにちは。本日はですね、つい先ほどね、終わりました、新日本プロレスさんのね、戦略発表会というものが、まあ、この生中継で行われまして、僕もね、ニュージャパンワードを通してこう、観戦していたわけなんですよ。で、そちらをね、一応見終わった感想というのを話していこうかなって思うんですけど、まあ、こちらの戦略発表会って、こう、すごいね、たくさんの量とか、長い時間使って説明されてたんですけど、まあ、簡単に、あの、大事な点をね、4つ僕が個人的にまとめてみて、 まず 1>, 1つ目っていうのが、今後はねこのヤングライオンシステムを大きく見直していきたいと、で2つ目が今年の G1 クライマックスっていうのは5万人の動員目標をね絶対達成したいと、で3つ目が今後はねこの女子プロレスとも積極的に絡んでいきたいと。 はいで4つ目が9.5、9.6の後楽園ホール大会から、声出しね、解禁になりますよっていう、特にまあこの4つがね、大事かなっていうふうには個人的に思ったんですけど、今回のね、その戦略発表会についてのお話をね、していきたいかなっていうふうに思います。はい、でまず最初にね、大張社長が話されていたのが、やっぱこの海外戦略ですよね、海外戦略について、でやっぱこう最初はこう無観客でね、ずっとやってきたニュージャパンストロングっていうシリーズも、今ではね、ペーパービューを ペーパービーを売れば大盛況と、そして最近では AEW との禁断の扉というものもね、ソールドアウト。本当にこの海外で、この新日本っていう団体がもう一団体として、 海外団体から認知ね、されるようになったと。で、これは国内の他団体ではできていないことで、新日本プロレスにしかない強みだってことを話してましたね。で、やっぱりこういうコロナ禍の中で、国内の観客動員数っていうのが本当に半減する中、やっぱそれ以外の,まあその会場外とか、あと海外戦略っていうのを強化してきたと。 やっぱこれらの、ね、戦略によって、えー、会場外の収益っていうのは7割増し、そして海外収益比率も、えー、2倍を達成と、で5月以降は、まあ、国内動員、会場内の収益っていうのも、えー、回復傾向ということで、まあ、今後は、この2年間ずっと我慢をしてきた中、今後はね、このコロナというものを言い訳せずに、まあ、人気も収益もね、過去最高の新日本プールスを目指すよってことを、こ大林社長がおっしゃってましたね。 やっぱりこのコロナ禍の中で、会場外とか、海外戦略で築いた追い風というものを生かして、今後はね、この国内の新日本プロレスのまあ本丸ですよね、もう本格化させていくってことも話されてましたね、はい、そして今後の計画として、まあ、これが結構あの興味深かったんですけど、その選手とか大会に関する戦略で、選手の平均年齢っていうのが、今、30代後半にね、差し掛かっていると。 でやっぱこういうまあエンタメ企業とか何でもそうなんですけど、やっぱり若い選手の獲得、それからえ活躍の重要度っていうのは今後もどんどん増していくと、うん、でやっぱそうするにはどうすればいいのかっていうと、やっぱり若者がえもっとねこうたくさんレスラーを目指して、早く入門して、早く活躍できるえ仕組みを作りたいということを話された後に、やっぱりこれまでの,その入門方法とか、あとまあ時期とか、あとその後のまの、あ、 セカンドキャリアってていいいうのを大ききく見直していきたいと、まあ、その具体的に言うと早期からの入門育成の機会を与えると引退後のセカンドキャリアの手当てを手厚くするとそしてこう学校に通いながらでもプールレスラーを目指せるようなシステムを作りたいというふうにまあ言ってしまえばやっぱこうよりプールレスラーという職業がもっと世間に認知されて、まあ、世間の普通のこうスポーツをねやられてる 子たちからしてもプロレスラーになりたいなっていうふうに思って、それをなんか反対されにくいとか、なりやすい職業にしていきたいなっていう話をね、おしゃべてましたね。でもちろん、その海外事業っていうのも、今後はね、どんどん成長させていきたいと、どうすればいいのかというと、今後はね、その海外興業では、女子レスサーをね、組み込んだ大会を開催していきたいとで、もちろんそのパートナーとしての最有力候補は、スターダムさんですよと。 まあこれはね、親会社が一緒だから当然ではあると思うんですけど、つまり今後はまあ海外工業をまず最初は中心に、新日本プロレスとスターダムの合同工業っていうのが増えていくかなっていうふうには思いましたね。そしてさらに続いて、今年の G1 クライマックスの目標動員数っていうのをえ5万人にしたと。これは絶対達成したいと。なんかえ絶対達成したいと。なんかもうすでにね、3万枚は売れてるみたいなんですけど、あと2万枚もね、絶対売りたいなってことをね、言ってましたね。 今年の G1 っていうのは、その、たくさんのね、新しい試みがあって、例えばその応援シートですよね。8.16と8.1の武道館大会は、そのユニット応援シート設置というものを初の試みでやると。まあ、さらにはね、この限定チケットとか、まあ、スタンプなリ制度とかね、そういう制度も、こういう制度もありますよってことをね、話されてましたね。 はい。で、ここからがね、結構また面白い話なんですけど、この社長とエースがね、このスターダムと新日本プレスの合同工業についての話になった時に、やっぱその合同工業をするとどうしても出てくる問題点として、このミックスドマッチがあると。これどういう問題かっていうと、このもし、じゃ相手に女性レスラーがいたらね、だからエースは本当にその女性レスラーのことを殴ったり蹴ったりすることができるんですかということが、結構社長からするとまあ懸念点であったみたいなんですよ。 確かに、まあ、新日本プレスのレスラーの方々って、その女性,レスラー女性レスラーと戦った経験ってほとんどないと思うんですよ。それに加えて、やっぱそのファンの方からも、やっぱなプロレスといえど、やっぱ男子がね、こう女子にそういう危害を加えるのは、ちょっと違うんじゃないかとか、見ていて辛いよって声も結構やっぱあったので、えそこでこの新日本プロレスさんが考えた今回のルールのまあ一例として、そのミックスドマッチをもしやるとしたら、あくまで男子は男子、女子は女子と。 チームに男子と女子はいるとしてもその相手チームがもし女子にタッチしたら、まあ、こっちも、ね、強制的に女子にタッチしないといけないと逆にこっちが男子にタッチしたら、まあ、相手チームも強制的に男子にタッチしないといけないと、まあ、つまり試合自体は男子かける男え女子かける女子の試合しかないよっていう。 まあ試合が行われますよっていう、まあこういうルールでのミックスマッチを、まあ2試合を組んでみたいなってことをこれ社長がね、えー、語ってましたね。まあ確かにこの方が、まあやっぱミックスドマッチをね、見慣れていない日本のファンからしても、まあ安心してね、見られると思いますので、やっぱ最初にやる合同工業としては僕は、えー、いいんじゃないかなっていうふうには思いますね。はい。 まああと他にもね、棚橋選手が、ね、今現在プロデュースされているヘルスケア事業への進出、特に具体的に言うと、まあ、新日本プレス発信のプロテインのことですよね、まあ、元気が出るプロテインっていう名前で、今後はその棚橋選手自身がプロテインを、ね、やっぱ愛用している身近なものでもあるので、すごいやっぱ自身でも、ね、こうプロデュースしやすいプロテインを、ね、どんどん売り出していきたいなということも話されてましたね。 あと、他にもね、この選手の入場曲を生演奏でお届けする音楽フェスというものを、今年の秋に開催予定と、まあ、その現役選手はね、当然として、かつての名曲も、ね、やる予定だと、さらには、現役選手とかね、OB 選手のトークショーなども計画しているということを語りましたね。 はい。その後もね、まあ、このグレート王冠選手とか高橋宏夢選手が出てきて、このまあ新日 SS とかね、そういうまあゲーム関連の宣伝の話をしていくわけなんですけど、まあ、そういう話が終わった後に、これ多分今回の発表でまあ一番ね、あの、喜ばしいことが、えー、まあこの2年間でね、失って取り戻したいものの話、つまりこれ完成ですよね。お客さんの完成というものが、えー、ついにね、戻ってくると、この9.5と9.6の後楽園ホール大会を、まあ、その声出し OK ですよっていう、 形で、まあ、開催予定ということが話されてましたね。まあ、具体的に言うと、えー、50%のキャパとして、えー、その恋出しなしエリアもちゃんと設置すると。 いうことを、えー、こう、正式に発表されましたね。まあ、本当にね、あの、やっぱ、完成というものが、いつもどうのかっていうことは、まあ、僕含めて、やっぱ、いろんな方がね、こう、思ってたと思うんですけど、まあ、結構ね、ようやくかって感じも正直あるんですけど、まあ、これは本当にね、えー、大きな一歩かなっていうふうには思いますね。ついに、えー、新日本プールスさんっていうのも、9.5、9.6の後楽園ホール大会を機に、えー、恋出しができると。うん、ただ、やっぱ、最近ね、こう、ファンになった方からすると、その、恋出しをしたことがないと。えー、プールス関想 声出しってどういうことっていうファンの方も、やっぱ中にはすごいいらっしゃるので、なんかそのときはひろむ選手が声、ね、出しのリハーサルをしてくれるらしいので、まあ、それはね、すごいいいのかなっていうふうには、えー、僕も個人的には思いましたね。 はい。まあ、そんなこんなしながらね、こう、最後に、えー、キダリーオーナーがっていうのがね、登場して、こう、メッセージを語っていくわけなんですけど、なんか最初まずね、このキダリーオーナーっていうのがまさかのファン目線で、えー、会社批判をね、えー、されるわけなんですよ。まあ、確かに新日本プロレスっていうのは、えー、すごい頑張ってるし、その海外工業で2000人とかね、3000人集めるのは本当にすごいんだけど、でまだまだやっぱりその WW とかと比べたら、えー、新日本プロレスなんか全然まだまだだると。まだまだ新日本プロレスは、え、やれることがね、山ほどあると。で、特に僕が思うのが、 がその古い、遅い、あと変化を嫌っている、硬、まあ、い、こういうのは本当に今後は全く意味がないと、必要ないと、まあ、そんなことをしているようでは、新日本プレスが存在している意味はないと、もう今後は古い、遅い、硬い、まあ、そういう変化を嫌うってなんてことは、もう徹底的に改善していきたいってことをオーナーが語ってましたね。 でこれやっぱキダニオ,オーナーっていうのも、今のこの新日本プレスの入門システムですよね、ヤングライオンシステムには、もっと変えるべきだと。やっぱ、スターダムさんとかを見習って、もっとね、入門する年齢を早めるべきだと。そして、やっぱ100回の稽古よりも、1回の実践の方が大事だから、やっぱ若い練習生たちっていうのも、こう、どんどんね、こう、道場での、こう、 道場の稽古、道場の、道場の稽古だけじゃなくて、もっとこう、新規場とかでもいいから、えー、実践をね、経験させるべきだってことを結構ね、熱く語ってましたね。 まあ、ていう,ふうに結構ねあの、今の新日本プロレスの同情システムを、なんか根本的に変えたいとかいうような、まあ、意思を僕は今回の会見ですごい感じたんですけど、まあ、個人的に僕はね、結構大賛成ではありますね。でそのもちろん、同情システムが全く悪いとか、ね、言うつもりはないし、全く思わないんですけど、ただ正直、まあ、今の時代にはちょっと合ってないかなっていう感はあったんですよ。これしかも10年ぐらい前から。でやっぱその同情システムに関しては、僕、正直あの、別の動画で、本当なかなか別の動画で、 そでそれ一本で語りたいぐらいいろいろ思うところはあるんですけど、やっぱそろそろこの新日本プロレスっていうのが、まあ、ずっとね、まあ、50年間引き継いできたこのシステムっていうのも、まあ、本格的にね、見直してもいい。 本格的にね、見直してもいい時期なのかなっていうふうには僕もちょっとね、個人的には思ってますね。で、やっぱそうしないと、今後さっきも言ったような若い人材っていうのが、デビューするのがやっぱすごい遅くなってしまうと、なんかこう20歳ぐらいにヤングライオンとして入門したのに、デビューしたのがね、もう20代後半とか、遅かったらもう30歳目の前ってことも結構やっぱあるので、やっぱさすがに、ね、そのあたりのシステムは、そうそう変えてもいいんじゃないかなっていうふうには僕も個人的にはね、思ってましたね。 まあそんな話をされながら、キラにオオーナーっていうのが、かなりこうスターダムのことをね、力説されたり、あとは過去のね、ご自身の熱いトークというものを展開しながら、やっぱ自分がいかにね、プロレスに人生を救われたかってことを力説されて、そんな話をしながら、最後はきっちりね、目標の G1 クライマックスの動員目標、5万人らしいので、じゃ私がね、ポケットマネーで、先着5万人にね、マ,マグネットシートを配布、マグネットシートを配りますと。 ぜひね、G15 万人行ってほしいので、皆様ね、会場してくださいねってことで、今回はこの戦略発表会をね、閉められてましたね。 はい。というのがね、まあ、今回の,この戦略発表会のことを簡単にご紹介したんですけど、まあ、本当にこういろんなね、あのデスラーの方が参戦したり、そう、キダニオーナーがね、熱く語ったりとか、まあ、いろんなこう話があったんですけど、まあ、これも最初にご説明した通り、やっぱ大きく分けたら僕は今回は、ま、この4つがね、やっぱすごい大事かなっていうふうに思ったんですよ。まあ、改めてご紹介すると、まず1つ目っていうのが、まあ、今後はね、このヤングダイオンシステムというものを大きく改善していきたいと。 2つ目が、まあ、今年の G1 クライマックスはね、動員目標、5万人をね、絶対達成したいと。で、3つ目は、えー、今後はね、この女子プロレスとも、まあ、積極的にね、絡んでいきたいと。そして4つ目が、えー、今年の9.5、9.6高楽園ホール大会から、えー、声出し解禁しますよと。 ま、本当にね、僕もこの4つに関してはどれもね、あの、大賛成といいますか、このヤングライオンシステムっていうのも、まあ、そろそろね、大きく見直すべきかなっていうふうに思いますし、やっぱ今年の G1 クライマックスもね、ぜひ5万人行ってほしいし、やっぱ今後のこのグローバル展開見据えて、まあ、女子レスラーですよね、特にやっぱスターダムさんと、絡んでいくのも、僕は絡んでいくのもいいと思いますし、あとついにね、この9.5、9.6コーラクエンホール大会で、えー、攻出し解禁というのもとてもね、素晴らしいことかなっていうふうには思いました。 はい。というわけでね、えー、今回のお話は以上になります。僕の動画ではこんな感じで、新、え、日、ー、プレスに関するね、高達速報、情報なんかの動画をどんどん発信していきますので、ぜひ、ね、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。あと僕に話してほしいリクエストありましたら、えー、YouTube のコメントあるいは Twitter の DM にね、報告いただけますと、あと動画あるいはブログの方でね、えー、返答させていただき,ただきますので、えー、どしどしお待ちしております。はい。ではまた次回の動こで会いましょう。以上。